イチョウの葉に思いを込めて、全校生で11月の壁面を飾りました。イチョウの葉には一人一枚、周りの人への感謝のメッセージを書いてもらいました。背景はスポンジローラーに黄色い絵の具をつけて転がして秋風を表しています。イチョウの木はハトロン紙を細長く切ってシワをつけて作りました。周りを縁取っているのはイチョウの他にオレンジの画用紙で作ったカエデと桜の葉っぱです。黄色、秋色、あったか色、一枚一枚それぞれに優しい思いをいっぱい持って、葉っぱは落ちて土に還る、やがて芽生える命のための優しい心の贈り物。こちらは赤とオレンジのスプレーを使って背景を描いています。夕焼け空を表しています。イチョウの木はクレヨンで、黄色いイチョウの葉っぱには先ほどと同じように子どもたちの感謝のメッセージが書かれています。周りの縁取りは赤いもみじです。一番上には友達の素敵なところを見つけたとタイトルをつけました。足を止めて友達のメッセージを熱心に読む姿はとても微笑ましいものでした。